シボーン。メリーが船の名前だったとは。さあ、船だけどよ、俺たちの大切な仲間だったんだ。メリーの話はまだすげえ続きがあるんだぜ。待て待て、その話はまだ後だ。あん時はウソップよりもロビンの方がスーパーやべえことになってんだからよ。スーパーやべえことですか？ロビンに市長暗殺未遂の嫌疑がかけられたのよね。で、市長んとこに行ったらよ、鳩のやつがヒョウになってよ。そんな説明でわかるか。ウソップが一味から抜けた次の日、ウォーターセブンを揺るがす大事件が起きる。市長アイスバーグの暗殺未遂事件である。容疑者として名が上がったのはニコロビン。その嫌疑は仲間である麦わらの一味にまで及ぶが、当のロビンはルフィたちの前から姿を消していた。ロビン、どこ行ったんだろうな。おーい、ロビンちゅわーん。ん？どうした、チョップ。ロビンちゃん、ロビン、どこにいたんだよ。探したんだぞ。みんな心配してる。待ってなよ、今そっち側へ回るから。いいえ、いいのよ、そこにいて。私はもうあなたたちのところへは戻らないわ。何言い出すんだよ、ロビンちゃん。あんなの気にすることねえよ。事件の濡れ衣なんて海賊にはよくある話だ。そうね、あなたたちには言われのない罪をかぶせて悪かったわ。だけど私にとっては偽りのない記事よ。昨夜市長の屋敷に侵入したのは確かに私。え？私にはあなたたちの知らない闇がある。闇はいつかあなたたちを滅ぼすわ。短い付き合いだったけど、今日限りでもう二度とあなたたちと会うことはないわ。みんなにもよろしく伝えてね。こんな私に今までよくしてくれてありがとう。ちょ、こんなのみんなが納得しねえよ。ちょっと待てよ、ロビンちゃん、冗談やめろ。ロビン！チョッパー、お前ルフィたちと合流して今あったこと全部話してこい。一言一句漏らさずな。本当に言ったのか、ロビンがそんなこと。全員覚悟はあったはずだ。仮にも敵として現れたロビンを船に乗せた。それが急に怖くなって逃げ出したんじゃ閉まらねえ。落とし前つける時が来たんじゃねえのか。あの女は敵か仲間か。ことが起こるとすりゃ今夜だ。現場へは行く。ロビンを捕まえるんだ。ゴムゴムのロケット風船。こりゃ下手に突っ込んだら大変なことになるな。夜は長いが気に入った。この機会を逃せばもう二度とロビンを追うあてはねえと思え。絶対捕まえてやるさ。犬は二つあるみてえだ。行ってみよう。スイングオン。私たち
ちはあっちの門に回ってみる。ルフィはどうする？
ってたスイッチってこれじゃねえか。アムゴモの見つけたぞ、麦わらの一味だ。よくもアイスバーグさんを。みんなやっちまえ。
様らの首は俺たちフランキー一家がいただくぞ。ルフィ、私はここよ。早く助けて。おいルフィ、俺はここだぞ。チョッパー、すぐ助けに行くぞ。ほい、ゴムゴムの。
もう大丈夫だな。俺は先に行くぞ。やっと見つけたぞ。
てやる。また会えてよかったぞ。ちょっと待って、そうはいかない。この状況、何、どういうことだい。あいつら挑戦所にいたフワルイクじゃない。まさか行くぞ。アンセスランが内部にいたってこと。アムゴモノ、我々は政府機関 CP9 の諜報部員だ。正義の名のもとに殺しを許可されている。ロビン、なんでこんな奴らと一緒にいるんだ。出て行くだけ、ちゃんと理由を言え。コックさんとセインさんにお別れを言ったはずよ。伝えてくれなかった。伝えてよ、タケノ。俺だって納得できねえ。なんでだ、ロビン。私の願いを叶える。あなたたちと一緒にいても決して叶わない願い。それで平気で仲間を暗殺犯に仕立て上げる。アムゴモノ、突然だが、あと数分でこの建物は炎に包まれることになった。1階の部屋からじきに火の手が上がる。犯人は海賊だ。そんなこともあるだろう。どけお前。じゃあ、あなた、私は先に行こう。さあ、役目は果たした。5分。行くな、ロビン。まだ話は終わってねえ。いい、終わり。もう二度と会うことはない。CP9 は物心ついた時より政府のために命を使う覚悟と人体の限界を超えるための訓練を受けてきた。
そして得た力が6つの超人的大義六式。よく身に染みたはずだ。世界政府の重要任務を任される我々4人と、たかだか一海賊団のお前たちとの桁違いの戦闘力の差が、せっかくだ、最後に面白いものを見せようか。猫猫の実モデルレオパルド。小人間か。外まで飛べ。うわー